な。寒いっすね。もう11月入ってたんで。寒くない？寒いよ。寒いよな。今日はどうしたの？広い部屋を探してるんだけど、いい部屋もないかな。なんかある？え、涼介君、SS トラストって知ってます？ベルディのパートナーしてくれてる不動産屋さん。そうですそうです。あそこ去年ホープとかが紹介してもらってよかったみたいな。あ、そう。まあせっかく八王子いるんでよかったです。行っちゃう？もう見に行きましょう。あれ？まさか。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。和樹さんですよね。はい。あ、なんていうんですか。いや、もうちょっともうサッカーこれになって、で絵になって、ここの社長にグップしてもらってお仕事させてもらってる。どうしたの今日？いや、ウェズレイがちょっと広い部屋探してて、なんかいいかなと思って入ってきたんですけど。あ、本当。なんかないですか。いや、全然いっぱいある。ですね。はい、いっぱいあります。ちょっとお願いできます。座ってよ。見てって見てってよ。なんかいい部屋ないかなと思ってちょっと寄ってみたんですけど。今ね、さっきドンピシャで、さっきの部屋だから。さっき上がってきた物件なんだけど。あ、そうなんですか。もう多分他のお客さんが来たら、多分これ取られちゃった。あ、本当ですか。これの DIY っていう。はい。全部変えられるのも自分で自分好みに全部変えられちゃう。あ、自分好みに変えれるんですか。全てできちゃう。ほうほうほう。違うほう。この DIY 不動産っていうのは、この DIY って何だと思う？全部変えれるんですよね。ダイナミックにいいよね。くっつけたんだ。あ、じゃないですか。これね、本当はなんだっけ。Do it yourself。Do it yourself って言って、もう本当あなた次第みたいなもんよ。ああ、そういう意味なんですか。だからもうこういう、今これ見に行けんだよね。行けますよ。どうする？行くよな。はい、今日見たよ。はいはいはい。見てみる。はい、見たいです。見たい。どうぞどうぞ。いいですか。見てみて。なんか。おお。まあこんな感じかな。全部自分で変えてんだよね。あ、そうなんですか。すごいね。すごいでしょ。すごいっすね。まあ一人暮らしだったらウェズ僕で自炊だね。ね。ヘジョンね。ヘジョン。家具とかもついてるんですか。これはもう全部セットで。あ、そうなんですか。ええ、いいね。いいね。気に入ったね。気に入った。こっちもトイレと。全部もう綺麗。もう洗濯機とかもついてるから。おお。どうでしたか。この物件。いや、いいっすね。いいでしょう。すごくいいね。僕住みたいと思いました。いい部屋ね。誰でも住みたくなるから。そうっすね。ちょっと別に俺住んでいい。そうなんだな。いや、僕も住みたいっすよ。今回。じゃんけん、じゃんけんする。じゃんけんできます。うん、俺絶対勝ちたいよ。絶対住みたいもん、ここ。じゃんけんで選びこなして。いい。行きましょう。じゃ、行くで。オッケー。DIY。でもね、しょうがないね、じゃんけんはね、恨みっこなしだからね。えず、ありがとうね、契約。で、俺さ、この仕事してさ、もう営業マンになったじゃん。で、営業マンってさ、契約勝ち取るのがすっごい大変なんだよね、こう。で、まあ、あんま言いたくないけどさ、お前らもさ、隣の部屋と隣の隣の部屋空いてるからさ、ちょっと契約しろよ。空いてるんですか。空いてるよ。住みたいっす。住みたいっす。住んでくれる。はい、本当に。はい、なんかごめんね、なんか全然俺なんか変な個人的に言っちゃったけど、まあそういうのは抜きにしましょう。あ、本当？じゃあなんか俺も出世しちゃうかもしれないけど、あ、なんならベルディ選手あ、紹介してくれる？いっぱいいる。実家のやつとか全部紹介してくれたら全然大丈夫ですよ。全部契約貸し取って見せるから俺。じゃあ紹介してよ。します。中央さんとか。おお、いいね。じゃあ紹介して今度。わかりました。すぐ連絡します。ありがとう。もうせっかくだからさ、ヨズも契約してくれたし、もうこれからちょっと社長に電話して、社長が持ってるお店にブラジル料理屋なんだけど、どう？いいです。行く？いいですか？そしたら電話するよ。お願いします。じゃあ行こうよ。はい。行こうよ。行こうよ。行きましょう。社長、どうも、何でした？初契約取ってきました。おめでとうございます。ありがとうございます。契約初めて、もしメズレのメズレで、おめでとうございます。これから八王子に住む。でも俺八王子。はい。とこがからで。それじゃあ今日みんな、大和君もおすすめでブラジルの料理、メズレも久しぶり。料理、スパイスでこぼせ、だも、飲んだらコンビニ、コンビニだぜ、こじまたサウダージャキ。どうぞ。ありがとうございます。よいしょ。だけでいい。これ肉にかけたり、ご飯とも混ぜてもいいし、どんな食い方。